今回紹介するのは、男こそアンチエイジングという本です。なぜ男は早死ににするのか。もちろん、社会で働くストレスもあるでしょう。男女の差が少ない北欧では、女性も男性と同じくずっと働き続けるといいます。しかし、それ以上に大きいのは健康に対する意識です。 早くから健康に気をつけていた女性たちに比べて男性は長いこと健康など二の次でしたタバコを吸いながら深夜まで働きたまったストレスはもっぱら酒で解消日常生活の中で体を動かす習慣などないそんな生活を続けていれば。 生活習慣病になって早死ににするのも当然でしょう現代の日本でアンチエイジングが求められているのは意識の高い女性よりも無頓着な男性の方まっさしく男こそアンチエイジングが必要なのです家人の健康がそろそろ気になる世代です男性もいろいろあるんだなと思いました専門的な話をわかりやすく書いてあるのでとても参考になります 女性の健康本はいろいろあるのですが男性のものはあまりないのでこれはいいと思いました以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします